どうもヒゲちゃんでございます。変なところから始まりましたね。ここはエナさんトンネルでございます。前回の続きみたいな感じでしょうか。群馬県の藤岡の方で住んで、明日の愛知県の一宮の卸でございます。今からね、寝床を探すところからですわ。あんまりね、本当はまあ終わり一宮が一番ベストなんですけど、時間が9時回るんで、21時ね、なんかもういっぱいでしょ、当然あんまいかんですけど、やっぱ10時、9時とかなるともういっぱいになると思うから、今日はもうえなきょうあたりでもう泊まっちゃおうかなと思います。朝ラーショでね、ラーメンだけ食べただけなんで、ちょっと晩飯食うところからでも撮ろうかなと思っております。よいしょ、開いてた開いてた、1個開いてるわ。そうだ、これな、こんなシャワーな。はい、というわけで最近シャワーができたでおなじみエナキョウでございます。前回は確かね、エナジーライスっていうのを頼んだと思うんですけど、今回はビーフ飯でございます。いや、なかなかのいいビジュアルをしておりますね。まあどんな感じなんかなと思って、そこまでね、正直ね、期待はしてなかった感じなんですが、一口食べて、もうめちゃめちゃうまいやんけめちゃめちゃ肉美味しいやんけみたいなね。醤油ベースのね、あのステーキソースがかかっておりましたけどもね、結構肉厚も柔らかくね、結構なかなかのいいご飯でございました。ビフ飯、上にはですね、これこのようにフライドガーリックもですね、ふんだんにかかっておりましてですね、ジャンキーフードとなっております。はい、これね、もうとんのとんの大変やなと思ってね、即座にスプーンに持ち帰るお子ちゃまぶりでございます。はい、ご飯の大盛りは無料でしていただけますんでね、なかなかたっぷりいただけると思いますけども、スプーンに変えてもご飯を落としておりますということで、寝る前なんでね、こんなご来にしとったろかいっていう感じでしたけど、結構美味しかったですね、ビフ飯ということで、美味しかったです。ごちそうさんでございました。はい、おはようございます。びっくりしましたね。ということで、今また中央道走っております。朝ちょうど7時ですね。じゃあとりあえず納品の方に向かいます。はい、おつでございます。終わった、終わったっていうか、もうめっちゃ早かったというか、敷地がね狭いから、外で連絡もらって、そこから入れるようになったら呼び出しますって言われとったから、まあ8時ぐらいを目指して行っとったんですけど、もう走っとったらね、連絡来て、どこですかってあ、じゃあもうそのまま入ってくださいって言われて、何時、7時50分ぐらいに入って、もう10分ちょっとで降ろし終わってまた8時15分ですということでね、今日はこれから、まだちょっと滋賀の方に、向かいます。まあ、今日は明日おろしの地場なんで、とりあえずでも雲仙湖つまらなかったので汗かいて一回家帰ろうかなと思ってます。とりあえずね、入り口出口の渋滞とかはなかったですけど、小牧はやっぱえぐいね。まあ、東からねこう走ってきて、小牧の出口のところ、路肩はもちろん走行車線の方まで2列になってね、出口並んでるから、いや一応ね渋滞してるって出てたから、多分そういうことやろうな思っとったから、右車線走っとったけど、いやーなかなかやっぱあれはね、初見ぼーっとしとったらね、なんか突っ込んだりしそうやもん。ほんと左側路肩潰れてんな思ったら、この車線がいきなり前止まってるからね。で出口のとこまで行ったら、そっからこの2列で出ていくみたいな感じで、右走っとってもね、ああ知らんかったーいうのがね、右に出てこようと虎視眈々と狙ってるから、その辺も気配りせなかったからね。いやー、ええ天気でんなーほんま。
からそう思うだけで、外は30度、多分10時前には着くと思うんで、まあ、スムーズに詰めたらもしかしたら午前中休憩前に、お昼休憩前に行けんちゃうかな。でも外は30度今の快適がね、嘘のようになるんでしょうけど。はい、ボツでございます。暑いなやっぱり外は暑かったということで、いっぱい積んできました。ああ、ギリギリ昼前までに終わりましたね。ということで、今は12時過ぎなんで、まあ、これ明日早朝に、まあ、兵庫県の方に、下ろしに行く荷物なんで、まあ、ちょっとだけ昼飯だけ食べて、一回お家帰ると思います。で、また明日早朝にでも出てこうかなと思います。ああ、パーキングで行こうか。草津か大津か桂川か全部なんか混んどるけどな全部この時間でも大型混んどんねんな。はい、ということで桂川パーキング止まれました。ということで、見てください、いいですね、この満腹ドライバー定食でございます。いい茶色っぷりじゃないですかと言ってたら、視聴者さんにね、ご声をかけていただきました。写真撮って、ということで、お声掛けありがとうございました。あのね、息子さん2人、小学生の息子さん2人も見てくれてるんですっておお、貴重でございます、ありがとうございます。今日見てくれてまっか、お父さんと会いましたよ。これを見てですね、大飯ぐらいになっても私は責任は取りませんということで、ありがとうございました。ということで、ね、もうこれがね、またあれですね、もてなすさん名物のドライバー満腹定食でございます。はい、で、とんかつ、唐揚げ、コロッケで、ご飯は 400g となっております。はい、大ボリューム、ここ特に大ボリュームいいですね、お得感たっぷりですね。ここの唐揚げ美味しいんですよ、このね、ちょっと大ぶりジューシーな唐揚げ4つ入ってるかな。で、とんかつでコロッケですけど、このソースがいいね、このごま入りのね、とんかつソースめちゃくちゃ美味しいっすよ。あの、飯食うてる時とかでもね、あの、全然声かけてくださいね。あの、飯終わるまで待たなとかね、そんな全然いいですから。あの、まあ、運転手さんとかだと特にね、もう時間空いてるでしょ、もう、僕も分かってるから、全然いつでも声かけてください。はい、ご飯食べてる時は人生の中で一番機嫌がいいんで大丈夫ですよはい、ということでございます。ちなみにもてなすさんのポイント、あと1ポイントぐらいで多分食事券になるんちゃうかったかな。ということで、次を楽しみにしております。ということで、あれやね、あの、地場ばっかりやってると飯と飯の間隔が動画的に短いね間あんまりないから飯ばっか食うてるやん。ということで、満腹美味しかったごちそうさんでした。はい、おはようござんす。観覧車が見えておりますわ。いや、まだ薄暗いね。4時40分でございます。まあ、昨日積んだね、滋賀で積んだ荷物を兵庫の三木の方に下ろしに行きます。とりあえずさ、ある程度なんか順番取りみたいなしとかなあかんねまた行ったらゆっくりしとこう。おつでございます。うわ、疲れた今はね、今10時30分ですね。まあ、あの、おろし地は5時半ぐらいに着いて順番取り一応しといて、8時ぐらいに呼ばれて10時ぐらいに終わったかな、まあ予想通りぐらいですわ。
ふわー、汗かきましてね、まだちょっと朝10時なんですけど、今日ね、もうこの後小野の方でね地場積んで、まあ隣の兵庫県内で横持ちみたいなお仕事なんで、まあ今から移動すぐ近くなんですけどね、移動する前にやーすき、すき屋やーすきのネギ玉牛丼ちゃんと、何ていうラーメン屋やったかな、ホープ県のラーメン屋さんのなんか汁なし豚骨混ぜそばみたいなホープ県、まあ皆さんにはね、あの多分ホープ豊さんの方がね多分馴染みが深いと思うんですけどね、まあ、その方の方がね馴染み深いと思いますけど、これホープ県の混ぜそばですね。うん、うわこってりやな結構、ということでこれは、あーもうこれ当然ね先に混ぜちゃいますよ。うわー、わー たまらんねこれ。うん、気つけて食べました。まあ何時から積むか行ってみないとちょっとよく分かんないですけどこれ食ったらまた移動しましょうか。はい、秘宝であります、秘宝であります。ですね、積み地に行ったらですね、まあ15時半以降でお願いしますじゃあ一回出ときますねって出てきました。まあ別に中でも泊まれとってんけど、もうええわなんか今がね11時20分やから、まあ行きましょうか、道の駅ミキ、言えたミキの駅ミチ行ってですね、まあ4時間ぐらい泊まって、まだ休息でも入れて、そっから積みに行ったらエンドちゃいまっか俺朝3時半に起きてるから寝とく飯食うんちゃうかったな、三木の駅未知の飯でも見やよかった。ちょっと後で中の覗いてみようか。はい、やってまいりました、三木の駅未知、未知安江姉さんです。反対側のとこになんかバイキングとかあったよな、食ったな、飯食っちゃったよな、もう見ても買って帰ってくる間でもこれもうロケできるやもん、余裕の30度超えてるわ今日ということでね、もう今日はこれで終わっときましょうか。いやまあ地場周りね、いろいろ今日もまた残りバラですけど、バラ積みが多かった、英雲のなった。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナブてかてか、全国の女子高校生の皆様お待たせいたしました、天才ボヤッキ様の登場でございますわよ。ボヤッキーからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。